皆さんこんにちは。国立研究開発法人産業技術総合研究所機能材料コンピュテーションデザイン研究センターセンター長の浅井です。ここは数十年後の当研究センターです。我々の研究センターではこれらを統合的に開拓することにより、さまざまな用途や場面で用いられる材料の裁量設計を行うことができるデジタル予測技術を開発しています。そうやって設計された新材料は皆さんの想像をはるかに超えた性能や特性を持つでしょう。それらは生活や産業の基盤となって社会を支えていくはずです。この未来の材料を作り出すために私たちはシミュレーション技術と AI でチャレンジを続けています。今日はその一端をご紹介しましょう。当センターは産業の基盤となる材料の機能を予測する計算シミュレーション技術の開発を行っています。原子・分子のミクロスケールから分子の集まりを扱うメソスケール、分子の集まりを平均化された物体として扱うマクロスケールまでを対象とします。これら3つを橋渡しするマルチスケールシミュレーションのための基盤技術を開発しています。特に当センターでは計算理論の開発からプログラミング、スーパーコンピューターでシミュレーションを行うところまでを一貫して行っています。さらにこれらのシミュレーション技術に加えて人工知能研究で用いられている技術と融合し、シミュレーションデータから新素材を開発する研究を始めています。このように当センターは材料シミュレーションのための理論開発から人工知能を用いた新たな材料開発までを一貫して行える人材が結集した世界でも有数な研究機関です。20世紀初頭に生まれた量子力学は原子・分子を直接扱うミクロスケールの世界を記述します。その後飛躍的に発展をした量子力学は現在では高い精度で物質のシミュレーションを可能とするいわゆる第一原理シミュレーションへとつながっています。そこでは物質を構成する原子と電子が織りなす物理現象を扱い、構造や機能まで先入観なく様々な現象を高精度に予測することが可能です。当センターではこれらの物質が示す性質を正確に計算するためのシミュレーション技術の開発を行い、ミクロスケールのシミュレーション技術の発展へと貢献しています。例えば新しい第一原理シミュレーションの方法を開発して熱伝導や電気伝導などの物理量を直接計算することも可能となっています。さらに高性能磁石を開発するための方法論も開発し、実際に新しい候補材料の提案も行っています。この他にも材料設計には化学反応のメカニズムを正確に解明することが重要です。化学反応を理解するには糸状態からエネルギーの山を登って糸状態に至るまでのエネルギーの変化を正確に知る必要があります。この経路が分かると分子同士の反応がこのように表現できます。例えば光を当てた反応もこのように再現することが可能です。また固体と液体の界面の反応もこのようにシミュレーションすることが可能です。これらの結果は基礎理論を作り上げるところから始めているからこそ得ることができるものなのです。プラスチックやゴムなどの高分子材料は通常一つの分子が1万個以上の原子からできており、さらに多数の分子が複雑に絡み合って材料としての機能を発現します。このような材料を個々の原子を扱う
ミクロなシミュレーションで解析しようとすると膨大な計算量が必要になり、世界最先端のスーパーコンピューターを用いても困難です。そこで高分子材料開発のためにはメソスケールモデルという手法が用いられます。このメソスケールモデルとは、数個から数十個の原子を一つの単位として扱い、複雑な分子構造を取り扱う方法です。ここで重要なのは、着目する高分子の特徴を損なうことのないモデルを構築することです。これはブロックコポリマーにずり流動を与えた際の挙動です。流動の方向に棒状の構造が並んでいくことが分かりますよね。このように向きによって異なった性質を持つ構造を形成することにより、機械物性や熱物性などに方向性を持たせることが可能になるんです。この現象はゴムや繊維、フィルム、電子材料などの高機能化に応用されています。このようなシミュレーションは材料の構造や機能を直接的に予測します。それと同時に、実験的には観察することのできない高分子の動きを可視化することができます。つまり視覚情報から多角的なヒントを与えることができるんです。これにより研究者のインスピレーションを刺激することで、材料開発に大きく貢献しています。ミクロからメソシミュレーションを見てきましたが、実際の装置や構造物の設計には材料自体の開発だけでなく、マクロスケールでの挙動を知ることが重要になります。マクロシミュレーションは、例えば1ミリ以下のプリンタのインクの動きから、長さが1キロメートル以上もあるような橋に風が吹いた時の揺れ方なども知ることができます。当センターでは、実際の装置や構造物の設計に有用な高精度で計算効率の良いマクロスケール計算手法の開発を行っています。さて、物の表面の濡れ性の違いによる液体の動きの計算例をご紹介しましょう。1ミリ以下となるマクロスケールでは、表面張力と濡れ性の関係が液体の動きに大きく関与しています。表面張力というのは液体が丸くなろうとする力で、濡れ性というのは表面で液体が弾かれたりくっついたりする特性のことです。この計算例はマクロスケールの計算にメソスケールの解法を取り入れて、表面張力と濡れ性の現象を再現したものです。表面の濡れやすさの違いにより、液体が撥水面で弾かれながら浸水面に移動します。さらに液体がちぎれ、そのちぎれた2つの水滴が表面張力により丸くなっていく様子が計算されています。次にマイクロポンプの流れの計算例を示します。マイクロスケールの流れの様子は実際に肉眼で見ることができない場合も多くあります。また実際の現象は時間的に変化しながら、空間的に奥行きのある流れになります。これを捉えるために、3次元の CG にしてみることは、流れの様子を知る上で大変有効です。マクロシミュレーションは現象の把握やメカニズムの解明につながり、装置や構造物を設計する上で重要な役割を果たします。当センターでは、物質や材料に関する計算シミュレーションを行っています。ここまで見てきた通り、これらのシミュレーターをより高度化したり、大量のシミュレーション結果からの情報を引き出す目的で、AI 技術をベースとした基盤技術開発を進めています。AI 技術はこの20年間で飛躍的な進歩を遂げ、今では様々な分野での応用が進められています。特に私たちは
当センターの強みである計算シミュレーションの結果を材料開発にさらに生かすべく研究を進めています。例えば量子力学の第一原理に基づいた計算シミュレーションの技術を私たちは持っていますが、これは大変計算に時間がかかるため計算対象のスケールアップが容易ではありません。そこで AI による学習能力を生かして、当センターが保有するミクロ、メソ、マクロを対象としたシミュレーション技術をつなぐことを目指しています。これにより高い精度をキープしたまま複合的にシミュレーションを活用することができ、より現実的な課題に取り組むことが可能となるのです。つまりデジタル空間で扱えるリアルな現場での研究の幅を広げ、材料開発の効率化をすること、これが私たちのテーマの一つです。私たちは今この時代に手にすることができた計算シミュレーションと AI 技術という先端技術を駆使して研究を進めなくてはなりません。そしてこれらの基盤技術が次の世代には当たり前のものとなるよう努力していきたいと思います。最後に当センターのシミュレーション技術の展開例をご紹介しましょう。いかがでしたか？当センターの研究で得られる膨大なシミュレーションデータ、これに AI 技術を投入することにより今後大きな成果が期待できます。我々は広範囲で持続的な研究を行い、材料分野の技術向上に貢献しています。